はい、すで北京オリンピックが開幕したーしたなー、大丈夫か、おいっていうことで、日本選手団でも陽性とかが出たりしているんですけども、うーん、なかなかね、この、えー、っと本間さんに、ね、ちょっと聞きたいのが、東京五輪の滞在というねあの本を書かれて、うん、電通問題とかいろんなことを批判されている本間さんなんですが、私、聞きたいんですけど、オリンピックって、えー、確か世界の平和とか、 あらゆる差別と戦うとか、確かそういうなんか目的。で、そのためにスポーツの祭典がある。世界で交流しようじゃないかみたいな。違いましたっけうーん、まあ違うっちゃ違うし、うんうん、そうだって言えばそうだ。建前は一応そういうことになってませんでした。まあ、それは建前はただ書いてあるだけだから。<で>誰も守る気なんかねえやっていう話で。 まあこれ本間さん送ってくれた共同通信のニュースなんですけど、北京五輪アプリに注意喚起、官房長官使用最小限言って書いてあって、えー、っと、これはですね、政府のまあ実質的なナンバーですよ、官房長官って言ったら、うん、でそれが、えー、開催国である中国の公式アプリを使うなと、オリンピック用のなんか公式アプリがあるらしいよね。 でそれはなぜかというと、えーまあ、情報を抜き取られるからとか、なんかそういう話をしていて、えー、と開催国の公式アプリを使うと情報が抜き取られるから、えー、政府の官房長官が注意を喚起するけど、平和の祭典なんですよね。<laughs> これ、何なんですか、これ。 頭らに日本だけじゃないけどね、世界各国みんなそうだね。気が狂ってるとしか思われないですけど、あの、えっと、ゴリン公式アプリは危険だから使うなと。なんだったら自分のスマートフォンも持っていくな。もう電波が届くところに入ったったら情報抜かれる。で、えー、なんかあの、環境問題に配慮しますとかっていうふうに、こう、言っているけども、 えー、雪が降らないからなんかロケット弾でなんか雪降らせててそれなんかすごい環境エネルギー的に明らかに証しなのではだけどえっともう一度聞きたいんですけど平和の祭典なんですよねまああえて言うと中国の平和<笑><笑>すごいストンときましたあ <laughs> 大中華帝国習近平の考える平和ですねさ<う>あ中国の平和のためのアプリ、ね、うん あれ全人類のじゃない中国の平和のためのアプリなんでそういういことか若干若干他の国の人にはちょっと使いにくいかもしれないないおかしい,なおかしいなそういうものおかしいなだからもうほんとさもう言ってることとやってることがめちゃくちゃだっていうのは東京オリンピックのもそうあったんだけど。<laughs> うん まあ、さらにこのスケールアップしてるわけよスケールアップしたね。スケールアップしたねだってさ前の話はさ前のって半年前の東京オリンピックは、まあ、そのコロナ、うん、コロナにみんなで備えようでバブルやりますよ、うん、まあそんな話だったと思うんだけど今回のはさ全世界の皆さんの情報を抜き取りますよって言ってるわけでさ、うんうん いいやこれすごいよ、ね、それでしかもそのオリンピックに参加している国々はみんなその手の内分かっていて、うん、危険だぞってやるなよ絶対やるなよって言ってるわけよ <laughs> <laughs> えっと今ちょっとですね五輪検証をねオリンピズムの根本原則っていうのがあるんですよ、うんうん オリンピズマは肉体と意志の精神の全ての質を高めバランスよく結合させる生き方の哲学である。オリンピズマはスポーツを文化・教育と融合させ生き方の創造を探求するものである。その生き方は努力する喜び、良い模範であることの教育的価値、社会的な責任、さらに普遍的で根本的な倫理規範の尊重を基盤とする。普遍的なかつ根本的な倫理規範の尊重が、えー 基盤らしいです。<laughs> どうやったら情報抜き取るアプリを入れるのにつながるんですか <laughs> だからさそれはさえ別に飾りだ飾りおひなさまみたいなおひなさまいやおひなさまに失礼ですよそれは <laughs> ただの飾りだからです <laughs> 誰も読んんじゃいないななのよそうちょっとでひな祭りあるけどじゃあ2番オリンピズムの目的あ<ー>人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推進を目指すために人類の調和を取れた発展にスポーツを役立てることであるそこね人類っていうところを、うん、ね中華人民共和国っていうふうに入れればねなるほど一人と,とくるでしょえー、オリンピズムの目的はえーえー、中華 中華帝国の尊厳の保持に重きを置く中華帝国の平和な社会の推進を目指すために中華帝国の調和の取れた発展スポーツを役立てるまあそれだったら確かに<え>しっくりくるけどく <laughs> るけどく <laughs> <laughs> るけどさそういう話だよこれはさ多分ねあのバッハがねあのしゅうちゃんのところに持ってった検証のコピーにはそう書いてある。 マジでやばすぎるんですけど <laughs> 次オリンピックムーブメントはオリンピズムの価値に鼓舞された個人と団体による協調の取れた組織普遍的恒久的活動であるその活動を推し進めるのは最高機関の IOC である活動は五大陸にまたがり偉大なスポーツの祭典オリンピック競技大会に世界中の選手を集めるとき頂点に達するそのシンボルは5つと結び合う話だよ気持ち悪それもほら あのー、そのあの何本拠地は北京にあって,ってえであのて、ー。何7位 <laughs> ?5 つの大陸にまたが,庭があって、それが5つの。ってことは、北京オリンピックは5つの輪じゃなくって1個しかないんだ。<laughs> 1>, 1個しかないんだ。<laughs> 中華帝国だけ 1> 1<個>。だだけけ赤くなって <laughs> 赤いはあるけどさ、あれだけだろうね <laughs>。じゃあ次、スポーツをすることは人権の一つである、すべての個人はいかなる種類の差別も受けることなく <laughs>、ちょっとこれ <laughs>、これは難しいね、翻訳するんだ。オリンピック精神に基づき、スポーツをする機会を与えられなければならない、オリンピック精神においては友情、連帯、フェアプレーの精神とのみ、相互理解。 スポーツをすることは人権の一つであり、すべての個人はいかなる種類の差別を受けることがないって書いてあるんですけど、どうするんですか、これ。これはね、カット。カットカット <laughs> <laughs> これはね、あのバッハが習ちゃんに持ってきたコピーの中ではカットされてる。日本風に言うと黒塗り <laughs> そ,うそうそうそう。まあ、中国流で言うと赤塗りだな。赤塗り、そうなどないと思うけど。<laughs> いほ他にもいろいろありますよ、このオリンピック憲章を定める権利及び自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的、またはその他の意見、国、あるいは社会的な出身、財産、出自やその他の身分など、いかなる種類の差別も受けることもなく、確実に享受されなければならない。あここもカット。カットするなよ、<laughs> 根本つくだよ、<laughs> もうすでに7つあるうち、2つカットされてますよ。 <laughs> だってウイグルの話とかどうすんのよこれそれだとあとあの中国のあの少数民族の話とかさダメ、まあ、じゃんこれ無理ちょっと無理だか <laughs> 無理カッ,カットカットカットだからう<ー>んと所詮無理なんだよね、うん、でオリンピック憲長がとかって言うんならさ、うん、なねねもうほんと だってウイグル自治区で何やってるんですかって、うん、でその、えー、差別とかどううあるでしょって、うんうん、そういうのを一体どうしてるんですかって、うん、言ったらもう全部終わっちゃうじゃん。うん、本当、まあそんなところでオリンピックやるっていうのは間違ってるんだけど、うん、ただね、ただね、考え方としてはもう一つあってさ、うん、そもそもね、そんなお前オリンピック憲章なんて全くのただのさ、 うん、おためごかしですさ別にただの飾りだと、うん、でしかもそもそもオリンピックにそんななんかさ、うん、なんか人類を平和に導くような力なんかもうないの、うん、ただの金儲けのイベントだから、えー、だからまあ金もただの金儲けのイベントだったら別に北京でやったっていいのよ、うん、まあそうね ででそそそもそもそうでしょただの金儲けイベントだから別に北京でやろうがさどこでやったっていいのよ別にそこに理念なんかどうせないんだまあないなうんでそこになんか理念さも理念がありそうな顔をして何かそれをさ真面目な顔をしてさこう何か解説する NHK の解説員とかがいると話がやや,やこしくなる、うん、えだってできないでしょこんなことやってないじゃんって言われて、うん、いや,いや 出ますよちゃんとこれはえっとオリンピック憲章に乗っ取ってなんてやろうとするとどうせ無理だからうん、うん、全部ね、うん、嘘だかいやちょっとなこれはな時々なこの番組もな中学生とかが見ててくれてるみたいだからさ、うんまあ、そういうね良い子にちょっと本当のことっていうのはすごく辛い辛いけど <laughs> 本当にそう思ってる 思ってるものすごく内心はねちょっと我が心はやっぱりちょっとこう涙にむせんでいるんだけども、うん、まあ夜中ってねそういうひどい話でさ、うん、いやこれもなんか言うとあんまりよくないかもしれないけどまあともかく、うん、こう考えればいい、うん、オリンピックって別に全然大層の話じゃないのよ。うん、そのオリンピック憲章とかいろいろ偉そうに書いてあるけど、うん、あれはね あのー、スポンサー集める時にあのー、ねなんか適当にだまくらかすために書いてあるの、うんうん、で実態はただの金儲けアスリートをねだしに使って金儲けしてんのや、うん、だからもうそれたったそれだけのイベントだって考えればなんか目くじら立ててさ俺たちのさ平和の祭典を、えー、北京でやるなんてとんでもないって。うん そそもそも平和のの祭祭典典じゃなないから金儲けの祭典なんてだから北京でやったってどこでやったっていいんだわまあなんだったら竹島でやってくださいうんそうそういうとこでやってさ、うん、どこでもいいよあーだから北京でもモスクワでもさやりゃいいじゃんってねも、まあ、うでも冬のオリンピックあれモスクワあれは夏のオリンピックだった よねモスクワねモスクワオリンピックはそうですね。ボイコットしたやつはね。そこそこ、ロシアはそっちでやってるから。うん、まあ、ロシアなんかほら、冬のオリンピックあの永久凍土でずっとやりゃいいんだよ。永久凍土、だいぶ離れてますよ、それ。<laughs> <laughs> あの辺でさ、ずっとやりゃいいじゃん。よろしい、シベリア送りだ。と <laughs> いう感じ <laughs> オリンピック怖っまあねほんとそうだねそのこえや考え方は平和の祭典をああいう国でやるっていうことはおかしいでしょって真面目な顔して言うかそもそもただの金儲けイベントなんだから うん、あのー、人,人種差別とか人権蹂躙している国でやったって、うん、いいじゃないかって言われたらまあそれはそうだなっていうねまあそうねうんでそこにさ行くと情報抜き取られ放題うん、うん、だから各国政府が「スマホ持ってくなよ、うん、持ってくなよ」って言ってるのに日本の選手スマホ持ってっちゃってったろうだって。 そうなのよアホだんあれアホでしょ多分持ってってると思うよ<ー>うんでそうするとさ選手がさ例えばラインとか使ってさ、うん、なんかメールしてきて、うん、それに誰か答えたとするじゃん日本が、うん、そうするとそいつの情報もあれかな追,記追跡されてさまあ追跡は,はするでしょ なんか枝とかつけてさ、隙あらば、うん、隙あらば何かで抜き取ろうとかさ。うん。ってするだろうね、きっとね。それはする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 。えっと、例えばほら、中国製の携帯使ってる、なんだっけあれ。中国の携帯。ファーウェイのことですかファーウェイの携帯をさ、うん、例えば使ってたりしたらさ、うん、もしかすると、引っ張られたりするかもしれないよね。まあ可能性は十分ありますね。あるよね。うん。だから日本国内にいるからといって、 絶対安全というわけではない。うん、だよね。で、そういうのまさ、まあ、なんかこう、無邪気にあれなのかな、やるのかな、日本の選手って。あ、だから、これからちょっと注意してみて,てさ、うん、例えば、ツイートする選手とかいるじゃん、うんうん、ちなみに、あのファーウェイの製品を使ってるところはですね、確かアメリカ政府と取り引できないんですうん、そうだよね、今ね、うん。情報抜かれるから。うん、うん、今ね、うん ででも日本はだって売ってて売るでしょかいやファーウェイはソフトバンク切り替えたはずですけどね、まあ、一応売るには売ってるけど、そう,そう,うん、うん、だからねただ、あれは本当に抜かれてるかどうかというよりかは、あの情報通信産業でファーウェイとかが強くなりすぎてきているから、あのアメリカのいちゃもんの可能性も十分あります。うん、うん<そ>う <laughs> でもさ、今回のオリンピックで北京市内にいて、えー、てめえの <laughs> 携帯を無造作に使ってると危険だっていうのは、まあ、これはほぼそうなんじゃないかって気するよ。うん、うん。やばそうな匂いするよね。うん。それはかなりしますよ。プンプンにうぜ、うん。だろううん。 で、なんか、ね、ほら、練習風景ですとかさ、ツイートで上げてきたりするとさ、うん、ツ,ツイートはいいのか、メールか、問題はな。ツイートできないよ、向こう。あ、そっかそっか、ツイートできないんだね。うん、あっちは、まあ、ツ,ツイートないもんね。VPN をかませて、やればなんとかできますけど。そこまでしないだろうな。うん、だからさ、極めてさ、 東京オリンピックの時にはさ、いや、この段ボールのベッドはクソだわって言ってさ、うん、あの各国選手団がね、うん、段ボールのあのベッドをさ、踏みつけにしてる画像とかが流れたじゃん。うん、<対>悲しかったね。ねえ。いや、うん、でも俺、段ボールのベッドなんかやったら、絶対そういうふうにやられるだろうなと思ったよ。いや、それは私も思いましたけど、でも悲しかった。 君さん優しいの <laughs> 優しい優しい俺なんかあの、うん、アホがさハンボールベッドなんかやったらそんなのだって俺たちが中学生とか小学生だったらどうやるかって誰でも想像つくだろういや私も小学生とか中学生だったらねやるんだったら絶対乗っかってぴょんぴょん跳ねますよでしょうんさあさアスリートだっつっただってさ知能はその程度なんだからさ、うん、それはぴょんぴょんやるって まああのー、正直若いしはしゃいでるし若,い、うん、若くってはしゃいでってしかもお祭り頂点の時にまあなんかテンション上げんなっていう方がおかしいわな、うん、だからね段ボールって無理だったのよ無理無理でも向こうは電動リーグナイニングでしょそうしかもでかいんだって <laughs> ダボルベちっちゃかったからね <laughs> 日本です人外にはでかいじゃないよ人外言うな <laughs> 海外の方には <laughs> <laughs> あのね海外の連中にはさちょっとで小さすぎたわけよ、うん、ああ <coughs> <う> だからもうほらだ、だってあれだよね、あの携帯ももちろん情報抜かれてるだろうけど、うん、もう部屋には全部盗聴器ついてるんだからさ、うん、もう会話も全部盗まれてると思うよ。まあ残念ながらそうでしょうね。うん。ね。で、ほら、その競技についての打ち合わせとかさ、うん、してるとさ、もうそれはもう全部抜き取られて、で、各中国の。 各競技団体に全部その日のうちに翻訳されて <laughs> 配られてあいつらこうやってください。えーただフェアプレーってさすがにそこまでする <laughs> するするバージでやぞもうだバカだもうするするそれが彼らにとってのフェアプレーだ <laughs> <laughs> ほら。 うん、いやするよ必ずするそれでもさ団体競技とかだっにはそれほら、うん、相手の情報必要じゃん、うん、相手がどういう戦略で来るかとかね、うん、だけどまあさまあなんていうのジャンプ競技とかはさ、うん、これそれ知ったからってどうにもならんしなまあ確かに 作戦も減っ,ったくれもないからさ <laughs> まあだからね夏のオリンピックに比べたらあんまり実害ないかもねまあ、うん、それあっちゃ困るしほ、うん、らやるってやるよそりゃもう剣謀術の国なんだからさあ,あていうかもう

それだったら下剤の方がいいです <laughs> オミクロンはダメ <laughs> オミクロンはだってさすがにさすがにあかんでしょう、ね、あの自分にも拡大すっくるくらうからそっか下剤ぐらいにしとかないとそうだね,うだねまたはあそっかそんなこと必要ない。書類書き換やりゃいいんだ何外国人選手は全員陽性で北京中国選手しか出れない みんな金メダル漫才 <laughs> それでも中国の選手のあ,んにるあんまり露骨にやるとバレちゃうからうん、うん、でもさアメリカの選手団とかさ、うん、関係者の緊張たるや凄まじいだろうねまあそりゃそうでしょう、うん、でほら <laughs> 変な批判とかさ したらさ、うん、オリンピック終わってんのに返してもらえないとかさそういう危険もあるって言われてるからね、うん、本当にえー、っとほらあのー、立ち入り禁止区域とかさ、うん、そういうところにね出入りしていたとっていうことにされるされる、うん、写真も捏造される、うん すべて捏造されちゃって、ぐうの音も出なくて、えー、出国できません。怖いわ。まあ、でも、今のところそういう問題は起きてないけどね。<laughs> もちろん、今のところはね、えーうん。いや、今日から始まったんだから、うん、まだまだですよ、これからですよ。これから。怖いな有力選手。 有力海外からの有力選手が次々に陽性反応。いしいでし肛門 PCR までされて。1回陽性になってもさ、その後二2回続けて陰性になれば出れるとかって言ってるじゃん。うんうん、なあ、これね、心理戦ですよ。もう 2>, 2, 2回やって、2回陽性が出ちゃって、えーっても選手が悩む。うん、でも最後に 最後に陰性になって出してはあげる、うん、もうそうやって精神的なプレッシャーをかける <laughs> 怖いのもうでもまあ、えー、どっちにしろもうウィ、ね、グル問題香港問題放置して平和の祭典とかって言ってる時点でまあそれ,それだけ揶揄されてももう仕方ないと思いますけどねそうようん、うん、あの問題をさいやそれでさ ウイグルの話は嘘だとかって言ってるじゃん。うん、うんあの。中国がね。うん、そんなことやってないと。うんちょ。ちょっとだけ、ちょっとだけ、あの、隔離してるだけだみたいなさ、こ <laughs> と言ってるじゃん。じゃあまあ、それはさ、それはさ、じゃあまあ、うん、まあ、半分ぐらい言うこと聞いてあげたとして。うん,うん、ちょっとだけだのねって、うん。うん。でもさ、俺たちが目の前で見ているものとして、うん。 香港っていうのはもうこれ揺るがないじゃんああれもあれもちょちょっとだけなのか <laughs> ちょちょっとあのデモしてる民衆をちょ,ちょ,ち,ょちょっと警棒でこうちょっとあれ実はゴムだから痛くない痛くないほら痛くないほらあれは何演技なのあほらあの<技>いやゴムゴムでさポンポコポコポコってスポンジポコポコポコ実はあのー、年末の「あのー、笑ってはいけない」じゃなくてなんだっけん あのー、ほらダウンタウンのさ、うん、年末毎年やっててはあ、私テレビ見てないんでわかんないですよ笑ってはいけないで、うん、そのほら罰ゲームで、うん、あのー、そのゴムのあれでケツ殴るのがあるんだけどうん、うん、あれと一緒なんですあんな感じペチペチ,ペチ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 って <laughs> そんなわけはねえだろ <laughs> <laughs> だって香港のさ一長官がここには自治はない <laughs> 言ってたじゃん、あれ小池合子か東京都に自治なんかあるわけないでしょ、全部首相官邸が決めてんだよって言うような。うそういうのをさ、<coughs> まあ、その確かにウイグルのね、あの強制収容所っていうのは、われわれはもちろん見れるわけないわけで、ね、うん、だけど香港のあの低たらくっていうのは、ずーっと逐一見れてたわけじゃない。まあそうですね、うん でそれはさ誰がやらせたかって,って俺は中国政府なわけでさ、うん、かおかげでもう俺なんかもう香港とか中国一緒いかねえぞと思ったもんねいやまあ正直私も完全に民主化するまではいけないなっていういけないよね、うん、気持ちが悪くて一<ー>気にああもう平和でいて欲しかったそしたらボロ儲けできるのにもう中国と商売したかったら <laughs> いやまあ中国と日本はいっぱい商売してるけどね。いやいやだから天幕の木を売るとか東京五輪の滞在を売るとか東京五輪の題材特別増補版、うん、北京オリンピックは成功したって書いておいたら一0 0 0万部とか売れるかもしれないじゃないですか。あじゃあちょっとこの今までの話カッ,カット。カット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 。カットうん。いや北京オリンピック素晴らしいよね。<あ>本当に,本当に、うん。今までやってきた。 オリンピックの中で最高、最高もうウイグル自治区問題とかあの香港問題とか全部欧米メディアが流してるフェイクニュースだから、あれそう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 、俺たちそんなの信じない、<laughs> なわけでよ、<laughs> とまあとりあえずさ、そっちはそっちで置いといて、うん、中国とのビジネスはちょっと進めてよ、<laughs> 無理だな、こんだけ言っといて無理だな。<laughs> うん え大丈夫、心広いから彼ら。まあ確かに大中華帝国のトップ、うん、ね習近平帝王であれば我々の話してることなんて。ねあ、ざれ事でしょ。ざれ事、ざれ事、うん。さあ、何の許してくれるよ。うん、無理やんのな、許してくんねえよ。<laughs> <laughs> 許してくんねえよ。<laughs> もうでもなあ。ああ、じゃ、ちょっと、えー、ちょっと、でもさ。うん。だって、あの国だったら、一千万部なんてすぐだからね。いや、だから。東京五輪の大祭、えー、北京五輪の。なんだろうね。<ん>福音。<laughs> <laughs> すげえ<ー>。どうですか。まあ、いいや、それでも。東京五輪の大祭、北京五輪の福音。 もういいな,いいなまあでもそこまで魂売れるんだったらうちらもっと金儲けできてるってあと本間さんそもそもあの博報堂続いてるって本なんか書いてないよ <laughs> なそうだな <laughs> 私もこんなところで YouTuber やってないって <laughs> デイトレとかやってるから金儲けのためだけったら <laughs> あまあまあなほんとだ,だ,だ強いて言えば私が望んでる真面目に望んでることは北京オリンピックでオミクロンが 完璧に抑えられたという事例と東京オリンピックの、えー、医療崩壊のダメさ加減を比較してっていう本を冷静に書けば中国でも売れなくはない。うんやるでもこんだけ YouTube でボロクソに言っといて本だけ売る まずとりあえずこの喋った部分はカット無理です今日だけカットしても無理で <laughs> あ違う違う,違う他の日も <laughs> 北京五輪について語ってる日は全部はもう消去すんなよこの2年間で 3, <laughs> 3000個ぐらい動画上げてるんでも何が何やら分かんないです私はもう不可能あなんとかならんのか何 <laughs> ともならんですもうそういうのは無理ですから我々にはいい <laughs> 今食っっちゃったからなまあでもなこの北京オリンピックって日本のメディアもさ盛り上げてるじゃないですか。うん。そうよ。うん。もうんね。<laughs> NHK とかも。うん <laughs> うん。ならえっと例えば朝日新聞で言えばですね。うん、えー、いやこれ別に全然朝日新聞だけじゃないと思うがあそうそう。 おお今日北京おおこれすごい朝日何名今日はねちょっと,待ってょっと一面にも書いてあるよ今日開会それだとね今日からってでしょ、うん、それでねスポーツ面がね、えー、特集で十六面十六十七です十六十七歴史動画 記者が伝える見どころ北京五輪今日も開幕言うぜ。夢、発想。うん。日経はどうなってんだ、これ。日経はさすがに一面には書いてないな。うん,うん。あ、でも、に。総合一面に書いてあるね。北京五輪今日開幕って。 うん、うん、感染拡大でニューヨーク選手も欠用ルール、繰り上げルール曖昧さもって書いては、うん、書いてるな。今度は、朝日新聞のさ、うん、何名朝日新聞の16面の直下が、うん、週刊現代の五段広告があるわけで、そので五段広告の広告の中身、北京五輪の凄まじい闇。<laughs> 中国が羽生や高梨を狙っている監視・監禁オリンピックの実態報告。いやーよー、よくここにまたはめたよ。嫌 <laughs> がるすかまあ、半分な。うん、よくこんなのにはめてるよなと思うまあ、本当ね。そういうさ。まあ。 冗談交じりではあるが半分冗談ではないわけで、うん、あのもうまさに出場する選手にまあ危害は加えないけれども、うん、その情報を抜き取るとかさつまり精神的なプレッシャーはかけるわけじゃんこれ、うん、やっぱり。 いやそれがさ、そじゃあ例えばさ中国側が「うそですうそです」って言ってたってさだって政府が勧告するんだよ気をつけてってつまり日本だって官房長官が言ってるわけでしょ <laughs> 言ってるそしたら選手たちがさそれ聞いたらさやっぱりアッペークに来ちゃったなって思うよねとさんこれだからさ精神的にはさなんかこう競技に集中できるようなあれかね うーんなんか俺だったら嫌だけなまな、あ、俺だったらそもそもいかないけど週刊 <laughs> 現代のこの広告本当になんでこの下にいやこれあの「魅惑羽生が奏でる言葉」とか書いてる横に「中国が狙っている!」って書いてる <laughs> すごいよね あとなんかあの、なんか謎のスクープ。こんなのいいの衝撃スクープ、耳かきでみんなに一緒にだって帰る。これ、朝日新聞これ、ちょっとあの、広告の審査としていいんかいってちょっと思ったけど、こんなのありあ、現代に書いてあるの週刊現代のこの朝日新聞の記事に、あの、ち中国が、 あの狙っているとかって書いているその下下ですよす衝撃スクープビかきでみんな日常になるって書いてますよ <laughs> これありなんですかこれ本ん<当>と <laughs> これはあかんのちゃうの本ん<当>だ <laughs> こんな広告あかんやろ <laughs> あもちろん。<laughs> いやこのねその横にある最後までもっと100までピーはまあいいんです <laughs> いいんですこれはこれはまだギリありだと思うけど <laughs> これちょっと<当> <laughs> 耳かきでみんな認知症になるは広告倫理規定的にありなんですかこれねすごいねこれねあああかんやろこれは <laughs> <laughs> なんか確証あるんじゃないスクーブ言うてるけどさ <laughs> これちょっと <laughs>、うん、現代ちょっと俺知り合いの記者がゃいですから聞いてみようか大丈夫かこれ大丈夫かこれ <laughs> <laughs> いやまあまあでもあのここにこの「週刊現代」の広告を載せるあたりはなんかまあちょっと朝日の嫌がらせ抵抗うん何なんですかこれは。 いや普通だと、まあ、あのー、現代側からね、スポーツ面直下とかいう指定が来る、うんで。そ<は>普通は、うんまあ。多分そうじんない一応、ほら、新聞の中でも、ラテ面と社会面とスポーツ面が一番見られるっていう、一応そういう定説があるん、うん、だからスポーツ面、うん。向こうがぶつけてきたってことだな。うん、よくでも乗っけたなと思うよね。 だから朝日がよくのっけたなと思うて、うん。だってね、きょから楽しいひな祭りじゃなくて、楽しいと北京五輪っていうさ、そういうページの下に、あの、北京五輪の闇って <laughs>、ね、乗ってるわけです。<laughs> いや、闇どころじゃない。北京五輪の凄まじい闇。阪神・監禁オリンピックの実態報告じっ、じ 実態報告もクソもまだやって今からスタートするのに実態報告はないだって思うだけどまあまあいいんですいいんですあのうちのサムネもそういう感じですから <laughs> すごいやっぱここまで俺もでもここまで振ってないなサムネ <laughs> ちょっとそれくらいやんなきゃダメかな <laughs> <laughs> 週刊現代もだいぶあ過激になってきてるなね, <laughs> ね あーあほとねいやそれでこの北京五輪、うん、いろいろさっきから言うてますが、うん、そこでまた我らがチャリンコ大臣橋本がばかげたことをやっています、ね、えっと3日北京市で行われた国際オリンピック委員会の総会に橋本聖子出席して 1>, 1年延期の末に昨年実施された大会の最終報告というやつをやったらしいんだよ。何なんですかこれ。最終報告。れこれなんで国内にやらないのにさ、うん、こういうところでやるんだろうね。うん、国内向けの最終報告書ってまだないのよ、うん、日本の場合。で同志は苦難を乗り越えて開催した大会の具体的な成果と学びを東京2020モデルとして将来に引き継いでいきたいと提言した。で ここからはすごいね、うん、あと橋本氏は日本でのジェンダー平等と多様性の促進に貢献したなどとして IOC が選ぶ昨年の女性とスポーツ賞の最高位に位置づけられる世界賞を受賞。はあなんだ、世界賞 <laughs>、まあ、賞もよく分かんないけど。ああだって。 ジェンダー平等と多様性の何を促進したの、うん、彼女は。ジェンダー平等を阻害した人物が会長を追われたから組織委員会の会長になっただけやん。<laughs> うん、ああれか。でその後あれか。あのー 組織委員会の理事,理事に女性をなんか10人ぐらいぶち込んだのが評価されたのか何なんこれ <laughs> すごいよねーちょっとあっけに取られるなすごいよしかし北京オリンピック 多分私がこれ昼間撮ってるんであんままだわかんないけど多分ですようん日本の開会式なんかよりかはもっ,もっと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 すごいド派手なものにやるんじゃないのうんでもねなんかあんまり派手にしないって言ってるねおお<ー>うんえっとあの監督がちゃんいいもんねうん 前の北京オリンピックに比べたら、あの質素だって言ってる<ー>やっぱりほら、あれだからコロナだしねって言いながら、あれかもね。では、会場の北京、えー、と鳥の巣、北京、なんだっけ、首都、首都体育館だっけ、うん、にカメラを映しましょうって言ったら、もう人民解放軍、10万人でこう。 いっぱいになっててうわーとかってやってたらね通称鳥の巣ね鳥の巣ね面白いけどねはい危ない危ないんちょっとダメそれだったら面白いけどなつい2時間ほど前までは誰もいませんでしたが今は人民解放軍の皆様でいっぱいですとかって,ってなったら面白くない いやビビるしオミクロン拡大だしもう勘弁してほしいんですけど <coughs> でもほんとこの橋本ってさよくわかんないよね、うん、なんかこのまあはっきり言っちゃあさじゃあ自分で何かさいやまあ100歩譲ってたけどなんかそういうジェンダー平等とか多様性とかでさ 彼女が例えば長年いろんなことやってきてる、うん、とかって言うならまだまだちょっとわかるけど、うん、やってねえじゃん別に彼、うん、彼女って。でまあ言うなればさ国民の税金でやったオリンピックをネタにしてなんかそういう賞をまあ別に IOC からの賞なんて別にありがたくもなんともないけど、うん、まあなんか賞なんかもらっちゃってさ、うん、それで えー、日本国内向けには最終報告書なんか出していないくせに IOC には最終報告書だっつって出しているっていう最悪やななかな,なかなかのもんだよこのアバハンホ、うん、なかなかですよ、うん、そして札幌オリンピック絶対やりたいって言ってるねうんうん、えっとすごいわでそれで税金使いまくり <そ>うね <laughs> 本当にすごい根性してると思うよ。うん、まあだから、調愛を受けるんでしょうけどね、自民党は。いやー、だからな、本当だ、本当分かんない。こういう人の神経ってのはどういうふうになってんだ、本当によくわかんないけど。こういう人の神経は子供時代に自殺さにされてます。そうだね。うん だって3歳か4歳の時にあの自転車補助輪なしで乗れるっていうふうに言って乗れなかったらお父さんにぶっ殺されるからっていうのでなんかあの何乗れるって言って乗れなかったからお前嘘ついたのかって言って池に放り込まれたんだよねしかも冬の北海道の庭の池に。 で殺されると思って一生懸命次の日朝4時かなんかに起きて練習して乗れたよって言って「おおよくやったー」っつって褒められて「とっても嬉しかったですお父さんありがとう!」とかって「いよいよちょっと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 もうツッコミところまずお母さんは何してたんですか?」とか「お父さん頭大丈夫ですか?」とかっていうかそれで「あのー、ありがとう」っていう記憶にしちゃダメですよとか。すごいよな うんまあちょっとそういうね、うん、変な子が変な子が、えー、っとスケートとかやってたまたま金メダルとか取れちゃったんで、うん、ますますおかしくなってい金メダルは取れてないのに「人生をゴールドに」っていう本は書いてあます。あー あれも意味分かんないんだよねもう <laughs>。ああ。そうか。オリンピックでは金メダルは取れてないんでね。なんかいろんな競技会ではまあ、あれなのけどね。優勝したりはもちろんしてたわけです、ね。うん、いや、本人がさ。 一人がさ橋本家がどうたらこうたらで変なやつだったっていうのは別にどうでもいいけど、うん、そいつがさ結局ねオリンピックというものにかかずら終わって、うん、国民の税金を振ったみたいにさ湯水のように買いまくり、うん、使いまくった結果ひどい代物だったのにまるでそれが素晴らしいもんだったみたいに喧伝してで あちこちで賞をもらうとかっていうのはもうほん勘弁しようしよう、うん、うん、という気分は悪いですね札幌オリンピックなんてお前やっていいわけないだろうって、うん、なんでそれをなんいや山口香織さんも言ってたけど東京オリンピックの検証してから言えよっていうね。うん 自ら東京オリンピックが終わったんで、えー、といろいろなそのレガシーを確かめるために検証してみたいなんて一言も言わないわけじゃ、うん、うん、すごいよね、うん、その厚かましさってほんとすごいそういう検証も何も特に金額お金の面での検証とか何もやってないくせにまた、あ、札幌でオリンピック開きたいとかほんとちょっと。 ババが詰まってんじゃないのこいつの頭の中にもいやー残念ながら残念ながら。まあ、あ平和の祭典でも何でもないよ。まあ、もちろん平和の祭典じゃない。まあ、金儲けのクソの祭典で。うん。で、まあ、そりゃ、一応。 中国のいろんな問題点は伝えてはいても、うん、なぜかオリンピックバザイっていう風な記事を書いちゃう、うん、また新聞社また同じことやってんのか、ねうんうん、産経とかちゃんとさオリンピックの記事なんか一切載っけないっていうぐらいやってほしいよね、うん、気合い入れてさまあなんかのなんかの嫌がらせなのかわかんないんですけど IOC に不名誉な歴史世界ウイグル会議英国所長が北京を開催北京五輪開催を批判っていうそういうインタビューをわざ,わざ取りに行ってますね。ああ<ー>。産経新聞が。う,ーんうん。まだまだインタビュー。でも、スポーツ面ではやるんだろ記事やるんちゃうの そこまでそんな記事のっけるんだったらね、うん、もう北京五輪のことなんかどうせどうせ産経のさ産経の読者なんか北京五輪に興味なんかないよまあないでしょう、うん羽生ちゃんの活躍なんかに別に興味ないでしょはあ、やめりゃいいのよねスポーツメ産経なんかさ まあ、ひどいものです。ひどいものがこれからオープンして、でも、ひどいけど、えー、またテレビ局とか NHK なんかニコニコ、ね、キャスターたちが出てきて、ニコニコ出てきてさ、素晴らしい祭典ですね。うん、で、日本は金メダルいくつになったでしょうっていう、もうそういう話、これからあと2週間ぐらいずっとやるわけよ。本当にすごいぜ。 オリンピックっていうのはね、ね本当に胸、ね、マスコミのモラルハザードを起こしてます。ね。最悪です。ね。まあ、それをじゃあ、何とかするためにどうしたらいいのかっていうと、本間さんの東京五輪の滞在を読んで、皆さんのリテラシーを上げてほしいなとうん思いますよ。うんはい、なわけで、今日も読書っていうことで、えー、まあ、これ公開するの多分夜なんで、もう、はい、北京オリンピックは開催されてるでしょう。うんうん なんかとんでもねえこと起きたらびっくりだけどな。また、あ、も大丈夫でしょう。まあ、はい、まあ。そんなわけで今日も読書、チャンネル登録といいねよろしく。それではお。おちゃんバイバイ。おちゃんバイバイ。バイバイ。バイバイ。